はい、こんにちは。こんばんは。ゲーム動画で行こうです。セブンスリバースをやっていきたいと思います。ですね、新しいイベントが追加されました、7つの滞在ダンジョン、それからアサルト対策ダンジョンですね。まあアサルト対策ダンジョンは何度も、定期的に追加されますので、今回は7つの滞在、まあ、何度かアニメ化されていて、人気のコンテンツみたいなんですけど、そちらの、コラボダンジョンを、プレイしたいと思います。こんな感じですね。そうですね、メリオダスやディナンヌたち。これが7つの滞在だと。まあ、基本はやはりアイテムは集めるけど、あまり、これ持ち続けると在庫になっちゃうので、まあ継承スキルだけ、取ってですね、そしてアイテムは処分しちゃうというのが基本ですね。というわけで、いつもの通りドラマパートがありますので、行きたいと思います。特に特別な職業とか装備攻撃方法などは必要ないので、このままベストメンバーへ進めたいと思います。さて、おすごいな、怖い。さて、かけていったよ。回り込め。なるほど、おとりになる戦法で。でかい。でも、こんな3G ででかいものが、スマホという小さい、ポケット、かつてはポケットコンピューターより小さいですね。携帯で通話もできるものに入っちゃうんですから、やっぱりコンピューターの進化ってすごいなって思いますね。まあ、3D なんかゲームでやるとしたら、そうですね。バブルの頃は、もっとカクカクしたポリゴンが、ゲームセンターでの限られたお店でですね、できるぐらいだったし、それが家庭用に入ったのが、やはりセガサターンとか、プレイステーションからですよね。そう考えると、こんな小さいモデルで、なんか、スマホの性能って、プレイステーション3並みっていう風に言われてるんですよね。この、今遊んでいるのが iPhone 6S なんですけど、6S は、およそ 1280×720 だったかな。そういう意味でも、プレイステーション3並みの、解像度ですよね。プレイステーション3って言ったら、まあ、2000年代半ばなんで、10年ぐらい前のゲーム機。それがまあ、こういう小さいものに
送って、入れて、100グラム台で遊べるんだから、やっぱり背置きのゲーム機の存在意義っていうのはどうなのかなっていうか、 PC だったらそのカスタマイズできるところの、うまみがあったりして、まあ私あのファイヤープロレスリングというプロレスゲームをあえてるんですけど、あれなんかはあのレスラーを作ったり、他の人が作ったレスラーを、スチームのですね、ネットワークで非常にアップロードしたり、ダウンロードしたりして、カスタマイズできるというのが、ね、まあ、魅力なんですけど、どうしてもコンソールをゲーム機だと制約が入っちゃうんで、なかなか難しいですよね。まあ、あのドラクエ10とかにあったすれ違い通信とか、そういう形の、もしくは共同プレイとか、そういう形のネットワークではしか遊べないので、それだったらスマホでもいいやっていう風になっちゃいますよね。さて、左になんか豚がいるが、なんだろう、全然物語見てなかったや。豚がホークっていう名前みたいですね。確か、ラゾー滞在って今年アニメ化されるんじゃなかったかな。事実用第2期が。外伝をなんか去年や、の、これにやったのかな。系ってあまりあのアニメでは見ないですね。日常系の方が見たりするんですけど。さて、一発、赤き魔人というキャラですね。これがまただんだん強くなっていくんでしょうね。だからまあもらえるアイテムは少ない。コンプリート達成です。一言言えないか。スティーブン・キング、アニメの話をすると何がいいのかな。南極に行く話、宇宙よりも遠い場所っていうのがあるんですけど、あれがすごくなんか、女子高生の青春っていうのを表してて、これ日常じゃあまあ今なくなってはいるんですけど、すごい面白いかなと。ちょっとあの小柄で、巨乳とまではいかないんですけど、他の、ま、あの主人公の仲間が合計4人いるんですけど、その中で、小柄でですね、胸がやや大きい、女の子がいるんですけど、その子がすごく好みですね。まあ、高校を中退して、コンビニで働きながら、昔でいう大剣、高校認定だったかな、それを合格して大学を受験できる権利を 得るようになったという。まあいろいろ引きこもりがなどあったものの、
そういう形で今はなんかエンジョイしてるっていう感じの子が いいですね。まあ、他にあの宮瀬いのりっていう最近話題あの売り出し中の声優がいるの普通の女の子 が主人公で、あとはなんかちょっとひねくれた感じでの主人公に物語のきっかけを作るような女の子、それからあの元じゃないや、子役の頃からあの女優をやってて、ちょっとそういうあの芸能活動の圧力を感じている女の子、この4人が、まあ、南極に行って、まあ、今行く途中まで見たんですけど、果たして南極でどんなことをするのかな。まあなんていうかあのとにかくニコニコとかで1週間あの無料でやってるんで、よければ見てください。あのすごい間がいいんですよね。まあちょっと軽い事件が毎回起こってという感じでやるんですけど、見たらすごい感動というか、なんか温かさを感じるような気持ちになれると思いますよね。まあ、他にもあのいいアニメいくつかあるんですけど、まあ、あの実は話題のポプテピピックも見ております。あ、見ていたと言った方がいいのかな。1話です。1話というか1話で、まあ、2回同じ音を流して、で、声優さんもあの毎回変わるという構成で、上坂すみれという、まあ、ロシアを売りにしている日本人なんですけど、まあ、ロシアをが大好きな声優さんがいて、その声優さんがまあ歌を歌っているんですけど、それがまあ声優の歌としてはというか本人としては一番のヒットを上げて、うん、なかなか歌もJ-POP としてもいいんで、そのアニメのタイトルと同じポプテピピックだったはずです。おすすめですね。さあ、そんなこと言ってるうちに、エリア3まで、クリアいたしました。さて、村長ランクが今59なんですよね。もうすぐ60なんですけど、60になったら、武器だったかな？アイテムのパワーアップで、新しいあの能力が使えるようになります。ちょっとまあ戻ってみるかな？村に行きまして、まあ村に行かなくてもいいのか。この合成機能で、継承アビリティ融合というのがあるんですけど、まだよく分かってないんですけど、とにかくこれ、船長ランクが60以上である必要があると。で、今59なので、もう、ゲージももうすぐ、右まで行くんで、これが、使えるということですね。解放される。趣味ですね。はい、では元の7つを滞在ダンションに戻りましょう。最後かな、ルート5まであるのかな、ルート4、行ってみたいと思います。特に条件はないので
そのままスタートです。そろそろ敵が強くなってくる頃だと思いますね。本気で行かないといけないかも。ネックさん相変わらず面白いな。ハンナさんもなかなかいいですね。だからタリーなる仲間です。まだ余裕で倒せますね。まだかな。行った。60行きましたよ。ちょっとこれは後でちょっと見てみたいと思いますね。検証アビリティは。一旦そうですね、ルート5もあるんでルート5までクリアしてみたいと思います。ケンシロウさんってどうなんだろうな。ケンシロウさんそんなに強い印象がないので、プリンストでなんかいいのいるんかな。サキさんがいるか。サキさんこのプリンストだけ交代してみて、プリンスト二人体制で、行ってみたいと思います。さあ、頑張ってほしい。まあ、もう出し抜きにせず行きましょう。あんまりダメージ与えないのにね、急に強くなってるかも。しばらくは我慢ですね。よっしゃー、急に強くなってるかも。4から5を抜けて何倍も強くなるんだろう。復活させましょう。復活させないときついよな。まして、ニョッキーさん結構頼りですからね。ニョッキーさん敵狙ってくるな。頭いいのかな。ニョッキさんじゃない人が狙われた。タイミングを間違えた。こずってますね、これ。防御力の強化もなかなか大事になってきますね。倒れても何度でも蘇る。なんてね。さあ、繋いでいきます。倒しました。お疲れ様ですね。お、結構いい、たくさんもらえますね。コンティニューなしでクリアせよ。よし、いやーどうも死者なしでクリアしないといけないみたいです。さて、交換ですけど、なるほど、物理交換力をもらえるわけです。だから回数制限があるってそういうことなんですよね。
シュアビリティをみんな持ってるんで、どんどん、手に入れましょう。なんか、パーツごとにやるって怖いなぁ。オーブが手に入るのか。オーブも、もらえるみたいですね。1個、交換しておきましょう。装備品が溢れてるって出てますね。当然のごとく、継承アビリティを装備から外します。他のイベントとかで持ったものもたくさんあるんで、継承アビリティたくさん持ってますね。そして、装備を継承アビリティを強化できるんで、魔法防御力を強化できますね。こんな感じでどんどん力を上げていくっていうことですね。で、アイテムを売りに行きたいと思います。村に行かないといけないのかな？で、これでアイテムを道具屋で売ればいいのかな？所持上限を上げてもいいんですけどね。そんな感じで一気に。滞在ダンジョンの続きなんですけど、まだ交換できるはずなんで、あと少し交換できますね。どんどん交換しに行きましょう。これで交換終わりです。再度村に入って、
屋で、検証アビリティ装備を外す。このように、検証アビリティ稼ぎっていうのが、結構基本になるのかなって思いますね。こんなにストックありますね。ばっかりだな。すごい生方向へ記憶5つまでですね。まだ解放されないのか。継承アビリティを取得している。融合レシピを取得している。レシピは交換所で手に入れることができますとなってますね。レシピを交換所で、これですか。レシピでもね、レシピね、なかなか特殊なものを持ってないと手に入らないみたいですよね。キラキラポイント、うん、そうなんだ。もう全身でも手に入れるってなってますからね。でもまだまだみたいですね。はい、というわけで、この7つを滞在コラボダンジョンは、ここまでです。全然関係のない、アニメとかの話をしてしまったんですけど、あとはまあ、3G ポリゴンゲーム据え置き機はどうなるのかとかやってし、そういう話ばっかりしてしまいました。まあ話を、ゲームって基本的にストーリーを読むだけでっていうのもどうかなと思うんで、話をネタがあればこういう話もしていってもいいのではないかなと思います。次回まあアサルト対策ダンジョン、もしやれればやりたいと思います。まあこのゲーム正直アクセス数がそんなにないんで、どこまで動画でするかっていうのは悩みどころではあるんですけど、もし気が向けばこちらもまた動画に収めたいと思います。はい、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。またいつもの通りチャンネル登録をまだの方は登録ぜひともお願いいたします。また説明欄に、ブログやツイッターのアドレスを記載しておりますので、よろしければアクセスしてみてください。最後に流します関連動画や動画プレイリストもよければ見てください。ゲーム動画でいこうでした。